マイナス25リペツク空軍基地のスマイナス 25t スマイナス 25t は、スマイナス25の発展型の一つである。工場コードは T8M。1992年にファーンボロー国際航空省で展示されたスマイナス 25t 既存のスマイナス25はそれまでの運用などから、夜間や悪天候下や走行中の戦車、その他の走行車両の探知、 攻撃能力に限界があることが判明していた。そこで対戦車専用攻撃機の開発の必要性が検討され、1976年にソビート連邦の諮問委員会が対戦車兵器を搭載可能な全天候型攻撃機の設計及び建造の開始を命じた。すべての気象条件下で多種多様な攻撃を行う能力を持つ、 本格的なマルチロール機を純粋な昼間攻撃機で、アルス -25 から開発するのは困難であった。そのため、計画は2段階に分けて実行されることとなった。最初の段階では、機種のレーザー測量器を、プリチャル、照準システムを、I-251 クバルに乾燥、抵抗量、テレビカメラを装備した、マーキュリー夜間照準ポット及び QK121、 ビキール超音速対戦車ミサイルの運用能力を付加し、2段階目で標準システムを、さらに強化、コホットフリアポットとキンジャールミリハレガーーポットを装備することとなった。試作機開発の全段階として1、1のモックアップが作成され、1982年4月に承認された。1984年6月には T8M-1 が完成し、その後試験のため、 ジュコフスキーに搬送された。この T8M-1 は未完成の T8UB より改造されており R-195 エンジンの動作や機体の飛行特性、安定性と制御性の検証を任務としているため、機関砲、後部座席の部分の燃料タンクとアビオニクスシステムを装備していなかった。同じ年の7月には、地上試験が開始され、8月17日に、 ジューコフスキー飛行場において初飛行した。1985年には、ウランウデ工場で、初めての試験飛行型である T8M-2 が7月27日に、完成した。この T8M-2 は、後部座席の燃料タンクと、完全なアビオニクス機器を装備していた。翌年9月17日には、T8M-2 の使用に加え、 チャフフレアディスペンサーと L166SI、スクホブルース赤外線パルスジャマーを装備した T8M-3 が飛行した。これらプロトタイプ機は静的テスト機を含むすべてがスマイナス2 5 u b より作成された。1988年に試験は次の段階へ移行した。1989年には T8M-4 と T8M-5 が初飛行し、 6月29日から14日間に、渡り夜間照準用のマーキュリーポットの試験が実施され、8月には T8M-3 は、通常型の S-25 とともに、ウクライナのリビウの近くにあるポリゴンブロディで行われた実践的な演習に参加した。これらの試験の結果を踏まえ、1990年に大量生産を許可すること予備報告書が発行された。 これを受け飛ビリシの工場で S-25T としての最初の量産機である T8M-6 が製造され7月26日に初飛行した。予定では12機を製造予定であった。しかし1991年にソ連が崩壊したことによる深刻な経済危機で1992年に開始された国家試験も途中で中断され、さらには グルジアの独立の影響で、飛びリシ工場での生産が停止されてしまったことにより、8から6機の先行量産型が製造されたに、とどまった。なお、飛びリシ工場では2000年に完成できなかったスマイナス 25t のフレームを用いて、複雑練習型のスマイナス 25u を3機、製造している。しかし、方位では売り込みを狙って1991年11月に、 ドバイ航空省で機体番号を機25と変更した T8M-3 を1992年8月には MAX において T8M-10 を S-25TK という名称で公開した。1993年9月に中断されていた試験のステージ B が完了しロシア空軍での運用に入った。1994年に ロシア空軍は生産された機体のうち8機を受領し、1996年に6機を立潔区に配備した。この配備機のうち4機は、実際に第2次チェチェン紛争に投入され、運用試験を実施している。しかし、コストの安い既存のスマイナス25の近代化改修機であるスマイナス 25SM の導入により2000年に、 スマイナス 25t の開発計画は中止された。発展型のスマイナス39については、スマイナス 25t の計画中止後も続けられたが4機のみで、製造は中止され、スマイナス 25t と同様にスマイナス25、SM の調達にシフトされている。1995年のマックスで展示されたスマイナス 25t コストを削減しつつ、開発を加速して、 大量生産を実現するため複座型のスマイナス 25UB をベースに開発を行っている。そのため、スマイナス 25UB とは85から90%の共通性がある。スマイナス 25T では複座型の後部座席の部分を廃止し、2機の燃料タンクとアビオニクスを設置、シクバルの機材を搭載するために、キャビンのコンパートメントの長さを増加させている。 燃料タンクの増設により燃料搭載量は3 8 4 0ラムに増加した。制御系は従来昇降台や補助翼に適応されるのみであった油圧式のパワーステアリングが方向だにも適応されるようになった。エンジンは R-95 種から R-195 に換装された。R-195 は R-95 種をベースに 水力の強化、赤外線放出抑制機構の追加、新しい電源システムの装備、生存性強化、保守性改善を図っている。特に生存性については被弾しても 23mm 機関砲8発程度までなら耐えて動作させることが可能となったことから大幅に強化されている。コックピットは光学標準機がヘッドアップディスプレイに換装されたほか、 KH-29T などといったテレビ誘導ミサイルを運用するため新たに CRT 方式のディスプレイが装備された。また完全密閉型へと変更されたことに伴い飛行高度が7000メートルから1万メートルに大幅に上昇した。後方、攻撃システムを KN-23 から1から SUV-25T ボスホートに換装し、標準システムは クヨン PS から I-251 クバルコー、解像度テレビカメラとプリチャルレーザー目標指示、即拒否の組み合わせに変更した。シクバルは広角モード時に36度、X27 度の画像を作成でき目標探索に使用でき、照準のための強角モードでは1度、X0.7 度の画像を作成でき25倍のズームが可能。探知角度は、 アジマス方向に対して70度中心線上から15度下方向に80度である。探知距離は、戦車サイズの移動目標に対して 8km、橋に対して20から 24km、一つのビルの対して 15km、戦闘機に対して 10km、ヘリコプターに対して 6km である。 広報システムとしては長距離用の A-723 と短距離用の A-312 から10が装備されており、ジャイロスコープからなる IKVK-80 から4感成広報装置と a r 二2 2自動方向探知機も同様に装備する。これらを統合したイナス8自動操縦システムのおかげで、戦闘エリアから自動制御の元飛行可能となった。 電子線システムとしては L-150 パステル、K レーダー警報受信機、L-203i がデリューニャ -1、FU アクティブ電子妨害装置、L166Si スクホグルース赤外線、パルスジャマー、UV-26 チャフフレアディスペンサーを統合した、イルティッシュが搭載された。レーダー警報受信機の L-150 パステル、K は従来装備してきた。 L-006LM、ベリョーザに代わり開発されたもので、装備により敵の対空レーダーなどの方向を探知し、KH-31P や KH-25MP を使用して攻撃できる。電子妨害装置の L-203i ガルデニャ -1FU は、ミグ -299.13S に装備された、同名の電子妨害装置のボット型である。 赤外線パルスジャマーの L166SY、SI、スクホグルースは、ジャパレルや、ストレラ 2M、レッドアイなどの赤外線誘導式の MANPADS から、航空機を保護するもので妨害する赤外線源には、出力6000ワットのセシウムランプを用いた。システムの寿命は250時間で、平均故障間隔は1200時間、ランプの寿命は50時間。 準備時間は5分とされた。しかし、未 -24K、24 KD に搭載された派生型の L166V-11EE イイスパンカは、チェチェンでの運用において、近代的な MANPADS に対して役に立たないことが判明していることから、L166SI、スクホグルースも同様の可能性がある。武装に関しては、 機関砲の搭載位置がメンテナンスを容易にし、射撃時の機体振動を低減する目的で、胴体中央部のキャビンコンパートメント下に移動された。これに伴い前足が左側に 270mm オフセット、されたほか、GSH-30 から2と弾薬をセットにした、ガンパックは、ベップ -17A から暗風 -8M に、換装された。一方で、スペースの関係から、 弾薬の相談数は250発から200発に減少している。当初は 45mm のアープマイナス45と呼ばれる機関砲が搭載予定であったが採用されなかった。この機関砲は長さが 250mm であり、発射速度が毎分1250発 200mm の走行を貫通できるとされていた。 対応する兵装としては新たに QK121、ビキール、KH-29、KH-58、COP-500 KH クローネ、R-73 が新たにラインアップに加えられた。その他、胴体下には抵抗量、テレビカメラを装備した夜間戦闘用のマーキュリー夜間照準ポットや、KH-25MP や、 KH-58 を運用するためのビーガ、または、ファンタマスゴリア電子情報収集ポッドを装備できる。マーキュリーポッドは広角および強角の2つのレンズを、有刺視野角は 5.5X7.3 であった。探知距離は、夜間に 10km、戦車サイズの目標に対して 3km、橋に対して6から 8km、夜間に10から 12km。 アクティブモードとすることで戦車の探知範囲は4から5キロメートルまで増加できた。運用試験のため1999年により始まった第二次チェチェン紛争に4機が投入され20相機の出撃をしている。攻撃目標は通信施設などの高価値目標だった。唯一の海外ユーザーであるエチオピアではエリトリアとの国境紛争にスマイナス 25U ブックと共に投入した。 出展、ウランウで、ロソボロネクスポルト、マイナス25所限制の11個の、ハードポイントに 4000kg までの並走を搭載、可能、ありがとうございます。